お疲れ様でした。お疲れ様でした。ふじこさんの穴も封鎖して、ふじこさんの穴も封鎖しました。もう一回すいません。ケップケップ。お疲れ様です。やっぱああやって入ってきたんですよ。覚えてんな。ねえ、あれ台があったらそれ引くわ。要はあんた、あそこのあんた、配線構えへんかったわ、あっちのコーン。一回下がって、いけねえから、一回下がって、勢いよく。自分でやっぱ知識つけるよね。すごいですよ。一回下がって。関西の兄さんが言うとったもんね、頭の人間のすることをよう見てんねんって。ほんで言うたら、あの兄さんとかって冷蔵庫でこう、ベレットちゃんのご飯かなんかこう、自分の食べ物が、もう冷蔵庫に行くねんって。それは言うてた。あと写真撮るよ。はい。じゃあ行っちゃいます。じゃあ行っちゃいますよね。藤子さん逃亡封鎖会。穴封鎖会。穴封鎖会。穴封鎖会。それを教えてもらえるときはもうお酒風呂入って。反省会。反省会。もう大丈夫。反省会。宿泊会。あ、私自分のやつからですよ。なんとか会多いですよ。あと食べよ。はい。今チヂミ食べました。あ、そう、チヂミ取ったんですか。サラダです。絶対サラダとマグロ。サラダとマグロとマグロと。あ、すいません。サラダの、あれサラダどこやったかな。どっちみち決まってんねん。豆腐ついてるやつ。あ、この豆腐のサラダと、で、お刺身の、刺身、これ三品盛りと、これ、はい、これ、それでお願いします。もうサラダとマグロを絶対食べんと。三品盛りとまた違うの来たらいいしなあ、間違った、あれ店だ。すいません、お兄ちゃん、ごめんなさい。ごめん、あれいや、割と高いところの穴。いや、あれ高いところの穴ってあれどんなもん。高くはないよね、実際はね。高くない。ママ、パパ、穴封鎖しました。今日工事しました。